皆さんこんにちは。今日はミシュラン三つ星のベニューのレストランのレビューをしてみたいと思います。でレストランの食事中にカメラに向かって話すのはとても失礼なことなので、このように解説を後で入れています。1人当たり375ドルのコース料理はこの中国料理のピータンから始まりました。ピータンってとっても癖があるって聞いてたんですけれども、この料理は全然癖がなくて、普通の卵のようにスッと食べられて、下にあるポタージュがとっても美味しかったです。次の料理はムール貝の中に透明な麺と野菜が入った料理でした。この料理の味なんですけれども、なんとなく海岸の岩場を歩いていて足が滑って転んだ拍子にムール貝と海水が口の中にガバッと入ってきたというような、そんな感じの味がしまして、ちょっと自分には生臭かったかなということで、コース料理の中では一番苦手な料理でした。ああ、これは英語ではアンバージャックって言うんですけれども、カンパチのお刺身がちょっとピリ辛で出てくる料理ですね。この野菜の下の中にカンパチが隠れています。これはですね、エビの周りをクラゲで巻いて揚げたものなんですね。で、表面のパラパラパラっとした緑色の部分は松の葉っぱなんです。ですからこの味はなんとなくこうカッパエビセンを食べながら松林を歩いていたら、松の木に足が引っかかってバタンと転んだ拍子に松の葉っぱが口にも入ってきた、そんな感じを100倍ぐらい美味しくしたような味です。コース料理で一番大好きだったのがこのお豆腐の料理です。この手作りの豆腐なんですけれども、シェフの人たちが一個一個ナイフで切り込みを入れて作ったこの豆腐の花がまるでイソギンチャクのようにだしの中でこうゆらゆらと動いていて、とっても見た目も美しいし味も上品で大好きな料理でした。この料理はカニの肉が詰まったうなぎのタルトですね。で、見えるところ紙以外は全部食べれるっていうことで、カップの部分も一緒に食べれるということで非常に美味しいものでした。これは唐辛子がドカーンと飾ってありますけれども、その唐辛子は食べてはいけないんですね。で、その唐辛子を覗くと中にカエルの足の唐揚げが隠れているということですね。小さい頃よくカエルを釣って遊んでいたんですけれども、カエルを食べたのは今回が初めてということで、結構チキンのような淡白な味でした。カエルさんごめんなさい。はい、そしてこれなんですけれども、京都の生八つ橋が出てきたと思ったら大間違いで、どんぐりの粉で作った皮の中にイベリコハムとトリュフが入ったという料理になります。で、このイベリコハムを作る元になる豚さんなんですけれども、どんぐりを食べて育つので、そのどんぐりの粉で皮を作って一緒に食べるっていうことがちょっと面白みがあるかなということで楽しんで食べました。これはもう皆さんご存知、見ただけでわかる小籠包なんですけれども、中はロブスターの小籠包になっています。で、アメリカでは昔はロブスターといえば刑務所の囚人とか奴隷の人たちしか食べてなかったんですけれども、今はもう高級素材になってしまって時代の違いを感じさせます。で、勢いよく噛みすぎるとロブスターの出汁が鼻から出てきてしまうので気をつけてください。で、ここからは選べるコース料理のメニューなんですね。自分の他の2人はジャスミンライス、あん肝のソーセージ、それからかんぴょうを韓国のお鍋で炒めたものを
北海道産のイクラを添えて食べていました。自分が食べたものは生のエビの身をすり身にしたものにご飯と岩のりで一緒に食べるっていうことなんですけれども、すっごい美味しい料理でした。もう口に入れた瞬間にごめんなさい、話しかけないでください、一人にさせてくださいっていうような感じになるぐらいの美味しい料理でした。キムチ味のかき氷が入ったお椀の小鉢の中にヒラメ、ウニ、カキ、それからゴマの葉っぱなどが入ったものをいただきました。とっても爽やかなシーフードの料理でした。で、友人たちは蒸した豚バラ、それから炭火焼きの豚の頬の肉を食べました。で、これはうずらのバーベキューですね。こうやって焼いてますよっていうのを見せてくれるんですけれども、いざ出てくると一人分に変わってます。これはミルクプリンですね。結構美味しかったです。最後は爽やかな松の葉っぱのドリンクとシャーベット、焼いたミントが出てきて、これもお口さっぱりということで全部の料理を終えることができました。で、サンフランシスコにはミシュランの星がなくても美味しいレストランがたくさんありますので、日頃はミシュランの星なんかあんまり気にしないんですけれども、まあ今回はミシュランの三つ星ということで貴重な体験を友人にさせていただきました。ありがとうございます。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。これからもいろんなところをご紹介する予定ですので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではさようなら。